ルルは第一三共ヘルスケアの風邪薬を中心とした風邪関連製品のブランドネームである。同社の登録商標である。ルルは昭和26年に三共から発売された。嵐が沈まるという意味の英語のルルが名前の由来となっている。ルル以前に日本国内で一般的だった風邪薬はアスピリンやサルファ剤が主成分だったが、 ルルはアメリカで効果を上げていたコーヒースタミン剤の中で眠気やだるさなどの副作用が出にくいトンジルアジンを取材とし、下熱鎮痛剤としてアスピリン、フェナセチン、カフェインの3成分を加える APC 処方を導入した従来にない風邪薬として売り上げを伸ばした。日本国内で発売されている風邪薬の中では歴史が古く、1951年2月に 発売されたルルから数えて2020年時点で70年目を迎えている。当初は単にルルと発売されていたが、その後、風邪薬の処方強化やバリエーションを増やし続けており、現在は風邪薬にとどまらず、鎮外巨炭薬、高校内消炎薬、天尾薬も発売されているほか、コンビニエンスストア等に向けた指定医薬部外品も発売されている。 当初は三協が発売するブランドだったが、2006年4月に第一製薬と統合したことで、ペラックを扱うようになり、さらに2007年4月にゼファーマを吸収合併したことで、旧山の内製薬のカコナールと旧藤沢薬品工業のプレコールも加わったことで当社の風薬ブランドはルルを含む4ブランドとなった。それぞれのブランドで特徴が異なり、 住み分けがされていることもあり、2020年時点でも4、ブランドすべて併売されている。2020年8月時点で25品目が発売されており、当社が扱う風薬ブランドの中でも品目数が多く取り揃えられている。なお、テレビ CM は民放開局時から放映されており、CM ソングも継続されており、ルルのテレビ CM は歴代のイメージキャラクターを ルル娘と呼ぶほど女性の起用が通例であるが派生シリーズのルルアタックでは男性が起用されたことがあった。そして2009年本家である新ルル A シリーズにプロゴルファー石川亮が第20代目のイメージキャラクターとなりルルアタックブランドを除くルルの CM に初めて男性を起用。反対にルルアタックシリーズは ルルアタック EX の発売に伴い、女優の天海ミ希をイメージキャラクターに起用した。2015年に、シンルル A シリーズのイメージキャラクターが、女優の有村霞に交代となり、6年ぶりに、ルル娘が復活することとなり、2018年には、ルルアタックシリーズのイメージキャラクターが9年ぶりに交代となり、嵐の松本潤が起用された。CM ソング、ルルの歌は、 ミキトリロを作詞、作曲。民放テレビ早々期の時代から使われ、三協の一社提供番組、日間なし飛び出すなどで、多くの人たちに広く認知された。ザ・ピーナッツや友野久美子などが歌唱していた。前者のバージョンは、アルバム、ザ・ピーナッツメモリーズボックスに収録されている。この歌詞のオリジナルは、くしゃみ三回、ルル三条だが、後に、くしゃみ三回タイの歌詞の部分を、 日本の風にはルルが効くや、熱、風、喉に、ルルが効くに差し替えて使用されていた。その後2009年、プロゴルファー、石川亮がイメージキャラクターに起用されてからは、家族みんなに、ルルが効くに変更された。くしゃみ3回ルルが効く、弾いたらすぐに、ルルが効く、風邪引きさんを飲みなさい、忙しい人を飲みなさいの、CM も、ひとじき放映した時代もあった。 2001年のウェブ限定 CM にて、トマがオリジナル CM ソング、ルル星人を発表している。薬師丸悦子のルルという曲も風をテーマにしている。2015年7月9日に台湾で医薬品や栄養保健食品の輸入、販売を行う中華広市民健康事業、古墳有限講師と台湾における特選販売権を許諾する契約を締結したことを発表。 発売65年目にして初の海外進出となった。翌7月10日に日本では配置用製品として発売されているシンルルエースをパッケージの記載内容や添付文書を台湾向けに使用変更して輸入医薬品の承認を取得した上で現地名金楽楽愛主として発売を開始した。第一三共ヘルスケアが製品を輸出し、 中華広市民健康事業古墳有限講師が台湾における販売及びプロモーションを担当する。なお、同国のドラッグストアでは、すでに対象製薬のパブロン、ホーユーのスズレックスなどが発売されている。ケイスによる連想式漢字直接入力における薬という漢字の連想コードが風邪薬のルールから取ってルルとなっている。ありがとうございます。